どうも、アッキーです。今回もですね、ニートから億万長者になれるのかという、壮大な実験をしていくわけなんですけど、まあ、前回ですね、お金の正しい使い方ということで、何か物を買うかったりするよりも、体験にお金を払った方が価値は高くなるよっていうことをお伝えしたと思うんですけど、実際、皆さんも、経験あるかもしれないんですけど、やっぱ、なんていうんですか、例えば真剣ゼミやとか、子供チャレンジとかあると思うんですけど、まあ実際勝っても、なんかあんまり、勝っただけでは何の価値もないというか、まあ実際その本とかもそうですね、勝っただけで何の価値もなくて、読み始めて、なんか、ああ、こう共感得て、なんか、行動を起こした時に初めてその価値があると思えるんじゃないかなって思って、でもお金持ちは、やっぱその体験だというか、その体験のために使うお金、がとても重要してるのかなっていうふうに思って、お金持ちになるのはやっぱいろいろな体験をしなければいけないなっていうふうに思うんですけど、でもそれは何でかっていうと、体験をすることによって新しい考え方であったりとか、新しいアイデアが生まれていって、その体験をして失敗することによって、どんどんその成長につながっていくのかなっていうふうに思うので、皆さんもぜひね、新しいことにどんどんチャレンジして、失敗をして、新しい考え方を植え付けていってほしいなっていうふうに思います。そうすればね、なんか自然と いいアイデアも浮かぶと思いますし、なんかよりいい人間になれると思うので、ぜひ皆さんも、いろんな体験をしていってほしいなというふうに思います。で、今日もありがとうございました。